大会に先立ち傍聴者から傍聴申請があった場合は傍聴を許可することとしますのでご了承ください。本日は公務の都合上教育長は欠席です。教育長の代わりに会を進行させていただきます。ただいまから令和6年教育委員会第4回定例会を開催します。今回の署名員は佐藤委員にお願いします。では日程第1議案事項に入ります。議案第5号、幼稚園教育職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則等の一部を改正する規則につきまして、指導課長、説明をお願いします。はい、指導課長です。それでは私からは、議案第5号、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則等の一部改正について説明をいたします。資料をご確認ください。交番1、趣旨ですが、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び給与に関する条例については、令和5年11月10日に開催された教育委員会第5回臨時会において、東京都パートナーシップ宣誓制度の実施またはそれに類する制度の利用者を婚姻を要件とする休暇制度等の適用対象者に含めることとする条例の一部改正をご議決いただきました。その後、第4回区議会定例会において、原案通り、条例の一部改正条例が議決され、令和5年12月13日に公布されたところとなっております。今回は、当該条例の施行に伴い、関連する教育委員会規則の改正を行うものとなります。交番の2、改正する教育委員会規則及び改正内容です。改正する教育委員会規則は、幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則、幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則及び幼稚園教育職員の住居手当に関する規則の3つで、改正内容は資料に記載の通りとなります。交番の3、新旧対象表につきましては別紙の通りとなります。今画面に資料を投影させていただいております。交番の4、施行期日は令和6年6月1日となります。説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、説明は以上です。ご質問とありましたらお願いします。すいません、1点。はい。はい、今、施行期日、令和6年6月っておっしゃ、4月1日って書いてありますが、どちらかだ。大変失礼いたしました。令和6年4月1日になります。失礼いたしました。あとすいません、もう1点。これ、パートナーシップ関係の方が対象になるということで、ただ、こういった申請をするときに、知られたくない方もいるのかなというふうに思うんですが、その申請する先が、幼稚園の、園内にいらっしゃる、園長先生だったり事務の方だったりするのか、それとも教育委員会の事務局の方に申請するものなのか、この辺を教えていただきます。はい、指導課長です。ご指摘の通り非常に個人的なことにも関わりますので、慎重に対応しなければいけない問題と感じておりますので、手続き等の受付に関しましてもご個人の、ご希望に沿って対応していきたいというふうに思っております。ありがとうございます。他にございませんか？大丈夫でしょうか？それではこちらは議案になりますので採決を取ります。賛成の教育委員は挙手をお願いします。はい、全員賛成により可決されました。ありがとうございます。続きまして議案第6号清田区教職員健康管理規定につきまして指導課長説明をお願いします。はい、指導課長です。続きまして、私からは、議案第6号、
千代田区教職員健康管理規定の制定について説明をいたします。資料をご覧ください。交番1趣旨ですが、千代田区立学校園に勤務する教職員の健康診断や長時間労働者に対する面接指導、また医師の判定結果を踏まえた必要な措置の実施に関する規定を整備したものとなります。千代田区に勤務する職員は千代田区職員健康管理規則に基づき人事課が実施する健康診断等を実施することとなっております。しかしながら当該規則の規定では主に小中学校に勤務する教職員、いわゆる県費負担教職員を対象から除外する定めとなっています。一方で区に負担教職員である幼稚園教育職員及び普段中等教育学校の教職員、これは後期課程になりますけれども、こちらの教職員は当該規定の対象となっております。現在の状況といたしましては、区立学校園に勤務する職員の大多数は教育委員会が実施する健康診断の対象としておりまして、今回実態に即した健康管理を行うために教育委員会が教育職員の健康管理を担う根拠となる規定を制定するものとなります。昨今働き方改革が注目され、指導課も今年度から教職員の出退勤システムを導入して長時間労働の数値的管理に取り組んでいるところでございます。今回の規定整備では、これから申し上げます交番の2で説明いたします内容を明確にすることで、現状の規定が整備されていない状況を打開するために教職員の健康管理を実施するための根拠を定めたものとなります。それでは交番の2内容についてです。教職員健康管理規定は教職員の健康管理に必要な事項を定めた内容となっておりまして、大きく3つの内容について説明いたします。まず1点目は、教職員健康管理規定の対象となるものとして、千代田区職員健康管理規則で除外されていた教職員及び指導課で健康管理を実施している教職員と対象者を明確にいたしました。簡単に申し上げますと、現在指導課が実施している教職員を対象とすることを明文化した内容となります。2点目といたしまして、健康管理実施機関といたしましては、千代田区教育委員会を健康診断等の実施機関として明文化した内容となります。3点目は、長時間労働者に対する措置といたしまして、千代田区教育委員会は長時間労働者に対して医師による面接指導を実施いたします。面接指導にかかる医師の判定結果を踏まえ、当該長時間労働者の所属長は必要な措置を講じ、その内容を千代田区教育委員会に報告するものといたします。交番3、規定は別紙の通りとなります。こちらが規定となります。交番4、施行期日は令和6年4月1日から施行するものとなります。説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では質問等ありましたらお願いします。はい、ですか。前回 の教育委員会でも協議をしたところではありますので、よろしいでしょうか。ではこちらも議案ですので採決を取ります。賛成の教育委員は挙手をお願いします。はい、全員賛成により可決されました。はい、では続きまして、議案第7号学校職員含む取扱い規定の一部改正につきまして、指導課長説明をお願いします。はい、続きまして私からは議案第7号
学校職員含む取扱規定の一部改正について説明いたします。資料をご覧ください。交番1趣旨ですが、東京都パートナーシップ宣誓制度またはそれに類する制度を利用する職員に対するハラスメントの未然防止を徹底するために学校職員含む取扱規定の一部を改正するものとなります。交番に改正内容ですが、禁止されるセクシャルハラスメントの言動の定義に性別により役割を分担すべきとする言動または性的指向もしくは性自認に関する言動を追加するものとなります。交番3、新旧対象表につきましては別紙の通りとなります。ご確認ください。こちらが、新旧対象表になります。交番4、施行期日は教育委員会でご議決いただいた後命令を発出した日からとなります。私からの説明は以上です。こちらもご審議のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。質問等がありましたらお願いいたします。すいません、1点渡して。はい、その性別により役割を分担すべきとする言動っていうのは、例えばまあ女性なんだからお茶を入れるとか、そういったことっていう解釈で。はい、はい、はい、指導課長です。おっしゃっていただいた通り、女性はこうあるべき、男性はこれをすべきというような役割を分担すべきというような言動ということになります。例えばその重いものを持ったりするときに、どうしても男性の方が力があったりして、まあ、そこを求めたくなる気持ちもあるのは事実なんですけど、そういう時もやっぱりその、まあ、上に立つ者がじゃあ男性の職員がちょっと率先してやってとか、そういうのも見づらくなってしまう。はい、指導課長です。非常に難しい判断かと思いますけれども、そうすべきというような指示的な内容は、好ましくないというふうに思います。ご本人が、行為で、率先してやることについては全く問題ないというふうに認識しておりますけれども、そういったものを例えば上司からの指示的な内容で発表されることにはこの規定にはたまってしまうかなというふうに感じます。わかりました、ありがとうございます。他に何か質問ありますか。はい、じゃあまた何も願います。現状、例えば職員室のお掃除とかそういうのはどんな形になってるんですか。はい、指導課長です。まあ、基本的に職員室、主に使っている教職員が日常的に行ってもおりますし、主事さん等々が行っているというようなケース、両方とも行っているようなケースがございます。よろしいですか。はい、他に質問は大丈夫でしょうか。あ、じゃあ問いお願いします。とても難しい問題かなと思うのが、その更衣室とか見てくる場合にやっぱりどうしてもあなた見てきてくださいというお願いをしなければいけない時も、いや、もちろん断られたら断られたでしょうがないんですけど、また同じような感じでその上の方は指示されますよね。更衣室とかお手洗いとか見てきてくださいという場合に誰でもいいわけではないので。はい、指導課長です。そのあたりはまた別の問題として、まあ、人権的な問題であったりですとか、そういったことも発生いたしますので、そういう指示に関してはやむを得ないのではないかというふうに考えます。わかりました。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それではこちらも議案ですので採決を取ります。賛成の教育委員は挙手をお願いします。全員賛成により可決されました。はい、それでは日程単位競技事項に入ります。千代田区立学校施設使用条例施行規則の一部改正につきまして、子ども施設課長説明をお願いします。はい、子ども施設課長です。よろしくお願いいたします。千代田区立学校施設使用条例
施行規則の一部改正について、ご説明をさせていただきます。この件、本件に関しましては、去る1月23日の今日教育委員会におきまして、ご議決を賜りました、千代田区立学校施設使用条例の一部改正に基づいてですね、その条例の施行に必要な事項を定める規則を改正するものとして、今回ご協議をいただくというものでございます。改正理由といたしましては、ご覧いただいているように、こちらの、条例と同じように、お茶の小学校の改築整備によりまして、目的外使用にかかる学校施設の範囲、使用量を設定すること。それから、2つ目といたしまして、前回の条例の時には触れる必要がなかったんですけれども、富士見小学校の視聴覚室、こちらを普通教室に転用しました。もう一つが、条例の時にお話を差し上げました。昌平小学校の和室を特別支援教室に用途変更したということによりまして、それぞれ規則に定めてある使用料を削除するというものでございます。2番目といたしまして、制定する規則の文案及び改正する規則の新旧対象表は、こちら今表示させていただいている通りでございます。若干申し上げると、これまで規則の中で謳われていた、ここでお茶の水小学校というふうに入っていたものを抜きまして、新たにここにお茶の水小学校というものをまず区分として設けますということと、昌平小学校にありましたこちらの和室を削除させていただいているということと、富士見小学校にありましたこの室を削除しております。またこれに伴いまして、下の方の表で表示してありました、または表示がなかったお茶の実小学校を加えましたり、こちらの使用量ですね、使用量に関して、追加と削除を行うというようなものでございます。資料を戻させていただきまして、こちら3番施行期日でございますが、条例と同じように令和6年7月1日から施行ということにさせていただきつつ、やはり、予約の関係などがございますことから経過措置を設けて、使用について必要な手続きは施行日前に行うことができるという文言を追記させていただく予定でございます。4番その他といたしまして、その他といたしまして、先ほど来申し上げている施設使用条例の改正につきましては、こちら令和6年第1回区議会定例会において議決予定というふうにさせていただいているところでございますが、昨日、文教福祉委員会 分割審議というんでしょうか、そこで諮られまして、全員賛成ということで、議決すべきものということで決定を条例の方はいただいているというところでございます。ご参考までに、こちらが先般、教育委員会で議決をいただいた条例の方で、新しいものとしてこちらにお茶の水小学校の料金、この縦にお茶の水小学校が新たに加わっているというものでございまして、今回の規則の、改正予定といたしまして、似たような作りではあるんですけれども、規則の方では午前午後夜間という区分も、設けておりまして、条例の方では昼間と夜間という規定なんですけれども、規則の方で午前午後と設けまして、使用についてもその午前午後夜間ということでの設定をしているというような規定の作りになってございますので、また後ほどご参照いただければと思います。ご説明は以上でございます。質問等ありましたらお願いいたします。いいですか。はい、ではこちらの案件は次回議案として提出されますので、また資料を持っている時間ありましたら目を通しておいてください。はい、では次に進みます。第3報告事項に入ります。令和6年度小学校教育交流事業の実施につきまして、子ども総務課長の説明をお願いします。はい、子ども総務課長です。小学校教育交流事業の実施ということでございます。昨年8月に小笠原村の教育委員会と、それを
教育委員会が協定を行いました。それの、まあ、発展系の一つの事業として、中学生の15名選抜しまして、小笠原村に体験に行くという事業を計画したものでございます。日程につきましては今年の7月23日から28日までの5泊6日、参加費が1万5000円で、引率者が教育委員会の事務局職員7名ということとなっております。なお交流事業について事前説明会も予定しておりまして、4月の3日年度を明けて、4月3日の18時からこちらの教育委員会で行うことを予定しております。今ご覧いただいているのがチラシなんですけれども、一応完成形でございます。で、まあ、事業目的といたしましては、世界自然遺産、小笠原の貴重な自然や戦争の舞台となった小笠原の歴史、独自の伝統を引き継いできた文化等を学習し、現地でのさまざまな体験を通して豊かな人間性や環境への意識を高め、平和文化を尊重する態度の育成を図りますということでございます。で、派遣生徒は先ほどお伝えいたしました通り、区立中学校と中等教育学校、前期課程に在籍する生徒、1年生から3年生の授業でございます。主な工程でございます。1日目は、移動24時間船で移動かかりますので、竹芝で集合して、出発式、それから乗船で、2日目からいよいよ行動を開始するわけですけれども、2日目はまだ着いたばかりなので、宿の近辺を散策する、それと夜はナイトツアーというものを予定しています。で、3日目は南島という無人島を上陸いたします。南島というのはこのまさに今こちらのチラシの、光景で見えるところでございます。それとイルカウォッチングと兄島海域公園、あるいは島民との交流、それから4日目といたしましては、サッパーに分かれまして、島内を巡る、それと5日目、これは帰る日になりますが、ビーチクリーニング、それから海洋環境学習、小笠原海洋センター見学ということで、この小笠原海洋センターというのはウミガメを育てているところになります。今ちょうど右側に写真見えておりますけれども、実際に触れてですね、あとはウミガメの学習とかもすることができると。ボランティアになりますけれども、こう亀の甲羅を洗ったりですね、そんなこともしていただこうかなというふうに考えています。最終日の6日目は竹芝客船ターミナルに着きます。で、解散式で終了ということを予定しております。そのようなわけで工程はこのように予定しておりますが、今後のスケジュールといたしましては、まず事前学習会といたしまして、3日間予定をしておるところでございます。この3日間につきましては、学校と十分、調整をした上でこの日であれば大丈夫でしょうというご見解をいただいております。それからですね、こちらには事前学習だけではなくて、行ってから帰ってくる自己学習行いまして、最終的には教育委員会での報告会を1回予定しておるところでございます。こちらが予定表となっております。パンフレットも完成しておりますので、3月の4日ぐらいから学校の方にお願いをして、小学校中学校中等に、子どもたちに配ってもらおうというふうに考えています。で、4月の3日に先ほど申し上げました保護者説明会、それから
ちらの5月、4月の下旬以降から選考を始めまして、面接、それから派遣者の決定は5月の15日ぐらい、それから事前学習3回行いまして、で実際に、交流事業に出発していただく。で、事後学習を2回やりまして、で最終的に9月の、10日の教育委員会、例会終了後に報告会をしていただこうというようなことで考えております。で、こちらが実施要項です。で小笠原行くっていうことで意外と結構心配される方多いんですけれども、実はもう都立高校であるとか私立の小学校であるとかそういったところがもう、積極的にですね修学旅行とか行っておりまして、そういった意味では、医療の不安とか持たれる方多いかなと思うんですけども、その点についても診療所が現地にございますので、このあたりは特に心配ないという話、小笠原村の教育委員会の皆様からもいただいております。以上、小笠原教育交流事業の事業についてのお知らせでございました。はい、ありがとうございました。ではご質問等でしたらお願いします。はい、ではまとめにお願いします。これは今年から令和6年度から初めて始まったってことですね。そうです、今年から前提携結んで、はい、そうですね8月に協定結んで、で子どもたちにも何か今教員同士でこうオンラインで授業をこうやり取りするとか、そういうことやってるんですけれども、ぜひ子どもたちにも体験していただきたいと。でこれは千代田から行く方なんですけれども、小笠原村からも例えば都大会があって練習する相手を探してたとか、あるいは修学旅行で必ず東京都のどっかの学校に訪問するっていうことがあったらしいんですけども、こういう協定を結んだことでそういったことも可能になるということで、小笠原村さんにとっても大変いい話だというようなことでした。で現地に行っても当然現地の子どもたちと交流する、また島民の方たちとも交流するような機会も設けていますので、これ結構ですね子どもたちにとっては非常に思い出深い経験になるのではないかなというふうに思ってます。いいですか。じゃあ次に他に質問、じゃあ水野にお願いします。パンフレット配布予定に小学校も含まれている。ただ実際に募集されるのは中学生。あ、そうですね、今回小学校の6年生に配っていただこうかなと思ってます。実際に行くのが年度明けてという形になります。そのまま中学校に上がられる、事前にも配っていただいて周知をしていただこうというふうに考えています。あともう一つよろしいですか。はい、お願いなんですけど、こういうパンフレットを配るときに、多分大丈夫だと思うんですけど、特別支援学級に配られないっていうことがあるかと思うんですね。はい、で、学級の中にはもちろん要件満たす子もいると思いますので、こういうことが あって参加できるという、もちろん面接があってあれですから、ですけど、支援学級にもちゃんと配っていただけるように、お願いしたいと思います。はい、子どもさんから伝えていただきました。はい、はい、佐藤にお願いします。クリ中学派遣生徒は区立中学校と普段中等の前期課程ということで、また新しく入ってくる子も4月から入ってくる子もいるので、もう一度4月にも配られるということでしょうか。ですね、普段中等の場合はそうですね、B 区のお子さんは何も知らないわけです、はい、
で、先ほど申し上げましたように4月の3日にあの説明会をやろうかなと思ってるんですけど、それ以前に、九段中等の場合は3月にですね、あの入学者説明会が来てます。で、あの校長先生にご協力いただいて、その場で我々3月の9日だったと思うんですけども伺ってあの説明してこようかなというふうに思ってます。はい、わかりました。私から1点、この、面接というのはどなたがなさる、専攻の面接はどなたがなさるのか教えてもらって、ですね、ごめんなさい、正確にはまだ決めてないんですけど、あの子ども総務課だけではなくて指導課さんの協力もいただいて、でまたあの教員目線から、はい、見ていただいたかなと考えております。はい、あとすいません、もう1点、この宿泊先というのは、はい、宿と書いてあるんですけれども、どういったこう結構大勢でこう一部屋で泊まるのか、その辺分かっていたら教えてください。はい、そうですね、今日はちょっと画像を準備してないんですけれども、あの一つのホテルで、子どもたちはあの一緒に泊まることができるぐらい、あまり小笠原って大きなホテルないんですけれども、15名とあとは引率の7名が、事務局の職員が7名一緒に泊まれるような、そういうようなホテルを確保しています。先端なんてだいぶこう行動範囲が狭くて、狭い間にこう役所があったり診療所があったり学校があったり、もう徒歩圏内なんです。なんです、まあ、なんですけど、あの、今回泊まるホテルは港にすぐすごく近くて、すごく便利。はい、ということでございます。ありがとうございます。他よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。あの、参加費が1万5000円となってますけども、これはこれだけじゃ多分足りないと思うんで、区の方から補助が出るわけですよね。1人当たり大体、おおむね、どのくらい。そうですね、1人当たりですね、これ全体で計画しますと25万円ぐらい。25万円ぐらい、そうすると10万円は区の方で、まあ、あの事業費としてですね、はい、待ってるってことですね。1万5000円ってすごく考えた、迷ったですね、実はどれくらいが適当かっていうのが分からなくて、結構15万って大金だからね。はい、で1万5000円ってしたのが二等船室なんですけれど、往復で大体5万円ぐらい。で、その半額が2万5千円。でも2万5千円だとちょっと高いかなっていうことで、じゃあ、船の中の食費を、じゃあ1万円にようかな。そんなことも考えて、1万5千円に落ち着いたっていうところです。指導課長です。今写真ありがとうございます。あの船の様子と実際に子どもたちが泊まる宿舎の様子、あのご確認いただければと思います。中1から中3の募集ということで、あの、3年生の方を優先するとか、そういう、あ、それはないです。はい、はいそれはもう、ご返事。ご返事。ありがとうございます。二の湯か、はい、どうお願いします。外洋に出るとかなり揺れて、船酔いがかなり、そうですね。もともとこう酔いやすいお子さん、すごく興味があって行きたくても、こう酔いにとても弱いお子さんだと、多分向こうに行って、回復した頃に帰ってくるような、する場合も、そういうことをちょっと、そうです。そして、これはですね、もう行く前に必ず酔い止めは必要だと、乗る前に必要だと思ってまして、で、まあ、今回、事前にですね、実当踏んだんですね、我々職員、何人かで行ってですね、だからやっぱり半分ぐらいは船酔いしました。でもやっぱり、私もそうだったんですけど、私は、酔い止め飲んで全然大丈夫だったんで、やっぱり個人差多少あるかな。で、まあそんなこともそんな不安もありますので、今回は看護師さんを同行していただいて、そのあたりの船の中がやっぱり一番心配です。一応行ってからはそんなに心配いらないかなと思ってるんですけど、その中が一番心配なので、その
間は、はい、看護師さんと一緒に行っていただいてカバーしていただこうかなというふうに思っています。お願いします。この時期かどうかかなって 台風とかが来て、はいはい、そのこ の, ふおふあの船小笠原丸欠航になっちゃうとかそういう可能性は。あ、可能性はな全くないとは言えないと思います。確かにあの台風がありますので、そうすると、ちょっと時期がずれる、日にちが1日ずれるとかそういうような形で運航されていくと思います。東京出るときに欠航になっちゃった場合、延期それともこ の, その、はい、天候により全面中止とかそういう。ですね、そうですね、東京にから出るときは、そうですね、ちょっと考えて、すみません、悩ましいもので、向こうに行ってしまえば、1日2日のずれは、まあ、しょうがないっていうか、まあ、そうなんで、もう帰ってくるしかないですから、行くときはなし、ずれたらもう中止ですね、全体の。はい、全体の事業に影響してきますので中止になります。ありがとうございます。説明会とかその辺すごく詰められると思うので、はいそうですね、はい、しっかりまとめておこう、はい、ありがとうございます。他はよろしいでしょうか。はい、では、次に進みます。続きまして、令和6年千代田区議会第1回定例会報告につきまして、ご説明お願いします。はい、子ども総務課長です。ただいま第1回定例会が開催中でございます。で、本日も実は、この27日火曜日に10時半から、予算特別委員会というのをやってるんですけれども、まだ、終わらないような状況ですので、教育省、両部長はそちらの方に行っておるというような状況でございます。21、22には継続会議が開かれまして、代表質問、一般質問がそれぞれされました。後ほど内容については簡単に説明をさせていただきます。で、明日28日には、予算の分科会とありまして、文教分科会ということで、子ども部が来年度の予算について、議員の質問を受けます。7、8は予算総括といいまして、すべて議員が揃いまして、でその場でさまざまな来年度予算に関する質問がされるという形になります。で、終了最終日が3月の14日木曜日の予定です。で、続きまして、議会召集日2月の14日になりますが、区長の召集挨拶ございました。で、以前にもお伝えしたかなと思うんですけれども、今回もですね、子ども子育て支援施策と行政サービスを支持、区民生活をアップデートする DX の推進に注力というようなお話をされておりました。後ほどご確認いただければと思います。で、今回そのようなわけで2月の21日と22日に行われました代表一般質問、今回は、代表6名、一般11名、17名、若干少なかったです、いつもより。で、うち子ども部が代表3名、一般6名の質問があります。子ども部に対する質問がございました。で、それをまとめたものがこちらになっております。代表大阪議員とあとは、米田議員、浜森議員、
で一般に移りまして小林、白川議員、塩議員、林、それから最後野沢議員、あ、ごめんなさい、野沢議員と最後富山議員ですね、のが子どもに関する質問をされたということになっております。それぞれ質問用紙であるとか答弁、概要をまとめておるというところでございますので、お時間あるときにご覧いただければと思います。説明は以上です。はい、ありがとうございます。本件に関しましてご質問がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。はい、では次続きましてですね、教育広報架け橋の見直しにつきまして文科長お願いします。はい、それでは引き続きで恐縮ですが、子ども総務課長です。教育広報架け橋の見直しでございます。教育広報架け橋は教育委員会と保護者地域社会を結ぶ架け橋ということで、教育委員会や教育委員会で実施する事業と情報提供をさせていただいているものでございます。平成3年7月5月、7月5日に創刊号が発行されて、今年間3回発行します。6月12月3月で発行部数が9000部で、今タブロイド版の4ページ4色印刷ということで、行っておりまして、今ホームページ、 Facebook、Twitter での配信を行っています。で、現状の課題でございますが、今保護者への配布は紙媒体で学校から一人一人へ配布をしておりまして、その配布するにあたっては教職員の負担があります。で行事写真は、児童生徒の確認が必要であったり、保護者への掲載許可の確認であるとか、これについては学校教職員の負担あるいは掲載可否の判断難しくなっているような状況です。また学校への様子については各学校でもすでに学校や園幼稚園だよりの作成ホームページへの掲載等を行っておりまして、周知を図っているところです。でそこでこの教育広報架け橋も少し見直さなければいけないかなというふうに考えております。そこで令和6年度紙媒体9000部印刷しておりましたが、これの配布電子媒体により配信する、まあ、スグールであるとかメールであるとか、そういったことを考えたいなというふうに思っております。当然電子媒体で受け取りが難しい場合は引き続き紙媒体で配布を行うことを考えております。紙媒体での配布が必要な方いらっしゃいますので、そういった方は引き続き続けるということでございます。またタブロイド版4ページ作成するのは職員にとっても大きな負担ございましたので、 A4 版のページ版に縮小しようかなと。こうすることによりまして、保護者への紙媒体の配布がなくなって、学校や教職員の負担軽減となり、印刷や配送業務がなくなり、予算や業務量の削減につながります。これをすることで88万4000円の減になるという試算もできて出ております。紙面の縮小により、写真の掲載許可の確認など学校教職員の負担軽減にもつながるということでございます。6年度はまず紙媒体での印刷っていうのを、取りやめてみて電子媒体で、送ることを考えたいなと考えております。ということで、教育員の皆様にもメールでもってデータをお送りするというようなことで、ご了承いただければと考えております。そんなこと1年間ちょっとやってみまして、で保護者の皆さんの反応を、スグールのアンケートなどを使って、アンケート調査した上で令和7年度以降はどういうふうにしていくかとこういうような対応を考えております。いきなりスグールをなくすと、あ、ごめんなさい、架け橋をなくすというのもちょっとどうかなというふうに考えておりますので、まずこういったところからちょっと変えていきたいなというふうに考えておるというようなところでございます。
説明は以上でございます、はい、ありがとうございます。この件に関しまして頑張ってお願いします。これはあの対象は保護者全員ということになって、今ペーパーベースで お配りしてるわけですよね。そう、そうでございます、はい、幼稚園、小学校、中学校、中等、保育園、子ども園、児童館。あと地域は地域住民等ってなってるんですけども、これは町会の関係とかそういうところには町会にも配りしてます。行ってます。町会の皆さんには町会長にご郵送で今送っていて、それは続けようかなと。わかりました。で今の区法がね、はい、まあ、今あのなんだホームページも見れるんだけども、やっぱりまだ紙ベースで、はい、私なんかその口なんだから送ってもらってるんですよ、はい、で結構そういう方もいらっしゃるんで、はい、まあ両輪だとなかなか経費の面でも大変だと思うんですけども、その辺もまあちょっとこう考慮に入れていただいたらいいのかなというふうに思いますけども、そうです、全部ドラスチックに書いてあるんじゃなくてっていう感じしますけども、うん、あの子ども総務課長おっしゃる通りだと思うんですね。やっぱり紙で欲しいっていう方もいらっしゃると思いますので、あのそちらの皆さんについてはそのまま対応、特にあのおそらくですね町会長さんとかはやっぱり紙で欲しいっていう方が結構多くいらっしゃいますので、まあ、年齢的な部分もねあるかもしれないけどね、ただ両輪でやるとちょっと大変なのかなっていう、そういう懸念もありますよね。景気的にどうなのかな。そうですね、あの特に今現状で9000部印刷しておりますの でそれがあのだいぶあの減ります、うん、それだけでも大きいと思いますので、あ、はい、そういった形、あとはこうタブロイド版で4ページ分で作成しています。そこまでごめんなさい、そこまでする必要があるのかなちょっと思ったりしてました、うん、それをちょっと縮小して、じゃあ A4 版で、ちょっともうギュッと内容を絞って、それで発行してみようかなというようなことを考えているというところでございます。いいでしょうか。よろしくお願いいたします。質問は大丈夫ですか。出張所とか児童館とか、ああいうところにこうあの置いてありますよね、はい、そちらも継続していただく。そうですね、そちらも実はなくそうかなというふうに思っていたんですけれど、でしょ手に取る方が、ね、実際に多いとは思わないんですけど、でもやっぱりそこでこうあのいろいろあって情報があってこう取って、ああ今こういう教育をこの子がしてるんだなって、あまりその普段あの触れていない方でも見れるっていう点ではあった方がいいのかなと思います。あと児童館はあのね、あのいろんなあの小さい、ここ小さいまだ乳児さんとか幼児さんの親御さんもいらっしゃるんで、学校情報はそういうところから取ることもできるんじゃないかと思うんですけど、はい、はい、あのそうしましたらちょっと検討させていただいて、お願いします。はい、はい、すいません、今のことに関係して3月の発行の分があると思うので、例えばこう各所何部出してどれぐらい残ったかとか、その辺の何だろう減り具合とかを一度ちょっと見ていただいて、本当に必要としている人がいるかもしれないので、でもねちょっとしか減らなくてもそこをすごく大切にしている方がいるかもしれないと思うと、ちょっとね部数だけで測れない部分もあるんですけど、その程度その皆さんが手に取ってるかっていうところは、そういったところからも、はい、見て取れるかなと思いますので、はい、あ、子ども総務課長、はい、あのそういった調査であれば、はい、各施設に協力依頼して取れると思いますので、はい、確認してみたいと思います、はい、ありがとうございます。他には大丈夫ですか。はい、じゃあ、この概要の対象のところに幼稚園、小学校、中学校っていう児童館も並列になってるんだけど、やっぱりちょっと児童館って保護者が、他は保護者があの把握できるけど、児童館って保護者が把握できないところなので、児童館とか保健所とかっていうのはまた別の枠なのかなと思うんですけども、
の横並びに児童館が入っているけども、ああちょっと横並びに入らないんじゃないかな。ああもう一つ対象として、はい、未就学児のお母さんという意味でも、で、あの園とか学校に入っている人は情報的にあの入りやすいけど、はい、結局そういう学校とか園に入ってない方が情報としてほしいかなって思って、ああなるほど、はい。そうしました。まあそうですね。幼稚園とか小学校とかは、あのその先ほどお伝えしたスグールとかで、そうですね。情報を得られるけど、児童館とかはそうではないですよね。なので分かりました。ありがとうございます。はい。はい。では次に参ります。続きまして、令和5年度全国運動習慣の動画の結果について、指導課長、説明お願いします。はい、指導課長です。私からは、令和5年度、全国体力、運動能力、運動習慣等調査の結果について、報告をいたします。千代田区及び東京都の結果につきましては、令和5年10月の、第16回教育委員会定例会において報告をさせていただきました。今回は、令和6年1月に公表されました、令和5年度の全国の結果との比較ということになります。まず交番の1対象ですが、全国調査は対象学年が小学校5年生および中学校2年生となります。交番の2、実技の調査項目につきましては、資料に記載の小学校は8種目中学校は8種目または9種目となります。交番の3、全国、東京都、千代田区との比較ですが、資料ちょっと見づらくて大変恐縮なんですけれども、それぞれのグラフの中の赤いラインが T 得点50ということで、こちら赤いラインが全国平均となります。まず小学校の実技の結果をご確認ください。男子は今年度調査項目8種目のうち、上体起こし、長座体前屈の2種目を除く6種目で全国を上回っております。昨年度同様に握力や反復横跳び、立ち幅跳び、ソフトボール投げの4種目においては、東京都及び全国と比較しても数値が高くなっております。続いて小学校5年生女子です。今年度、調査項目8種目のうち、ソフトボール投げを除く7種目で全国を上回っております。昨年度同様に、握力、反復横跳び、20メートルシャトルラン、50メートル走、立ち幅跳びの5種目は、東京都及び全国と比較しても、数値が高い結果となっております。続いて、中学校2年生です。男子は、今年度、調査項目9種目のうち、反復横跳び、50メートル走、立ち幅跳びの3種目で全国を上回っておりますが、グラフの一番右側、体力合計点では東京都及び全国の平均値を下回っております。また、女子、中学校2年生女子では、調査項目9項目のうち、反復横跳び、50メートル走、立ち幅跳びの3種目で全国を上回っており、昨年度と比較いたしますと体力の向上が見られました。交番の4、今後の対応ですけれども、引き続きこちら資料に記載の取り組みを推進、充実していくことで体力の向上が図れるようサポートしてまいります。
なお、例年この時期にご報告させていただいておりました5歳児の体力テストにつきましては、調査が終了いたしましたら今後報告をさせていただきますのでご了承いただければと思います。本件についての報告は以上です。ありがとうございます。ご質問等何かございましたらお願いします。はい、抗原検査を始めて、まあ、その結果が出てきてもいい頃なのかなと思うんですが、どんな感じを思ってらっしゃいますか。はい、コーディネーショントレーニング、本格的に、指導課長です。コーディネーショントレーニング、本格的に導入いたしまして2年が経とうというところです。かなり特化して集中的にやっていただいた学校については、かなりの、効果結果が、目に見える形で出ております。今後はそのような形でどの学校においても効果結果が見れるような形で引き続き実施していきたいというふうには思っておりますが、まだこう全区的に、結果が見えるというような段階にまでは至っていないというような状況かと思います。特に、ね、今度5歳興味深いなと思ってるので楽しみに待っています。はい、お願いします。ありがとうございます。は大丈夫ですか。はい、では、次に行きます。続きまして、いじめ不登校適応指導教室の利用状況等につきまして指導課長お願いします。はい、続きまして、令和6年1月の、いじめ不登校拡張状況の拡張教室の状況について報告いたします。まず、いじめについてです。今年度の累計が41件、1月末時点での未解消が22件、そのうち12月からの継続が19件、新規が3件となっております。昨年度、同時期と比較いたしますと、昨年度の1月末時点での累計が34件、未解消が16件でしたので、いじめに関しましては増加傾向になってございます。続いて不登校者数についてです。不登校者数、小学校37名、中学校中等教育学校53名の合計90名となっております。こちらも昨年度の同時期と比較いたしますと、小学校が40名、中学校中等教育学校が68名、計108名でしたので、不登校者数につきましては若干減少傾向となっております。最後に白鳥教室の利用状況についてです。1月の登録者数は34名、利用者数は19名となっております。こちらも昨年度の同時期と比較いたしますと、登録者数が33名、利用者数が21名となっておりましたので、登録者数といたしましては微増傾向にあります。本件につきましての報告は以上です。ありがとうございます。ではこの件に関しまして、ご質問ありましたらお願いします。よろしいですか。はい、ありがとうございます。続きまして、令和6年度不登校対策事業につきまして、引き続き指導課長お願いします。はい、指導課長です。引き続きまして、令和6年度不登校対策事業について報告をいたします。本件不登校対策事業につきましては、令和6年度以降における千代田区教育委員会の重要施策の一つということで、この取り組みに関するチラシ及びマニュアルを作成いたしました。失礼しました。チラシ及びマニュアルの内容につきましては、過日、小中学校、中等教育学校の校長先生方、そして教育研究所の先生方に内容をご確認いただきまして、いただいたご意見、改めて検討し、反映した現時点での完成版ということになります。まず画面にお示しのチラシですけれども、大きな施策といたしまして、4本の柱を設定しております。
まず、1点目が、校内教育支援センタースペシャルサポートルームの小中学校、中等教育学校での全校設置。そして2本目の柱が、適応指導教室である白鳥教室の機能拡充。そして3本目の柱が、東京都の施策であるバーチャルラーニングプラットフォームの活用。そして4本目の柱が、フリースクールと民間施設との連携という4本の柱になります。詳細につきましては、改めて、チラシをご確認いただければと思います。次に、マニュアルになります。今、説明いたしました、4本の柱について、学校が、運用しやすいよう、それぞれの、目的、対象等について、示し、しております。はい、こちら、マニュアルの方も、お時間あるときにご確認いただければというふうに思います。今後のスケジュールについて説明いたします。まず、先ほどご覧いただきました、こちらチラシにつきましては、本日、報告をさせていただきいた後に、スグール等を活用いたしまして、明日以降、速やかに保護者に配布をさせていただく予定となっております。そしてこちらマニュアルに関しましては3月1日講演聴会で改めて報告をさせていただいた後に小中学校中等教育学校に配布をいたしまして来年度以降の活用に生かしていただきたいというふうに考えております。本件につきましての報告は以上です。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。質問がありましたらお願いします。すみません、私から。今の出てるリーフレットの登校サポーターに関してなんですけれども、学生、大学生のボランティアをサポーターとして派遣するということで、で、まあ、実際6年度になって、どういった、どれぐらいの人数としていることを必要としているか、まだ分からないとは思うんですが、そういうボランティアが頼めそうな学生さんとかは、はい、指導課長です。学生につきましては、毎年度、改めて、連携大学の方に、ご説明に伺いまして、募集をしているところとなっております。ただ今年度から継続していただいている学生さんもまた登録していただけるのかなというような見込みもございますので、ある程度の数は確保できるのではないかなというふうに想定をしております。高校時、下校時の競いなのかなと思うんですが、この時間的に本当に朝きちんと学校が始まる時間に行ければそれなりの朝早い時間になるし、なんかその辺がその子どもたちも必ずしも朝きちんと時間通りに行けるわけじゃなかったりするじゃないですか。なんかその辺のなんていうんですかね、ボランティアさんを頼むときにある程度余裕を持って発注って言い方は良くないですけど、なんか頼めたりするものなんですか。はい、指導課長です。実は正直そのあたりのマッチングが難しいところがございまして、やってくださる学生さんも授業の前の時間を活用してとかっていう学生さんが多いんですけれども、実際に、ご自身の空いている時間と、保護者、お子さんの需要という時間をうまくこうマッチングさせるというような作業が必要になってくるというような状況ではございます。具体的にその登校の支援だけではなくて、時間がありましたら学校内での支援ということもしていただくこともできますので、時間次第でそのあたりの支援もしていただきたいなというふうに思っております。他に質問ありますか。よしです。あ、じゃあ水野院お願いします。はい、バーチャルラーニングプラットフォームなんですけれども、これはこれから開始。はい、指導課長です。東京都の施策なんですけれども、はい、先行的にいくつかの自治体で実施をしております。
令和5年度も10近くの自治体で先行実施をしていただいているというふうに聞いております。千代田区においては令和6年度からこの施策を活用させていただくということで都に申請をしているところでございます。ありがとうございます。これは我々が覗くことはできます。はい、指導課長です。実際に運用していくのは教育研究所の中の、先生方にお願いをしているところで、子どもたちも時間があるときにこう入ってくるというところなので、ちょっと検討させていただければと思います。どんなものか、はい、知りたいと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。他には何かありますか。大丈夫でしょうか。はい、ではこちらで終わりにして次に進みます。日程第4、その他事項に入ります。教育委員会行事予定表、広報千代田3月5日号につきまして、子ども総務課長、説明をお願いします。はい、子ども総務課長です。まず教育委員会の行事予定表でございます。2月27日から4月10日までの分です。ご確認をいただければと思います。続きまして、広報千代田、3月5日号広報原稿一覧でございます。今回は3月5日号は子ども部、4件、それから文化振興課2件、障害学習スポーツ課11件の計17件、でございます。こちらもご確認をいただければと思います。ご説明は以上でございます。ありがとうございます。ございますでしょうか。よろしいですか。はい、それでは、教育委員からの情報提供がありますので、総務課長お願いします。はい、それでは教育委員の皆様からの情報提供でございます。それではまず、佐藤委員からお願いできますでしょうか。はい、長平小学校と千代田小学校、学校の門を出ると道路を挟んで児童公園があります。子どもたち、ちゃんと右見て左見てをして、ちゃんと横断歩道を渡るように指導もされているんですけども、ついつい遊びに夢中になって鬼ごっこをしたりすると飛び出す危険があります。で、一応道路の方も通学路ということで、ちゃんとグリーンベルトがあったりいろいろしてはいるものの、地元の車は分かってると思うんですが、一般の車も多く走っていて、自然にこう車がその横断歩道の前で徐行するような仕組みがあると嬉しいと思います。例えば坂道とか、あとここの日本橋川を越えたところの道路にも赤とグレーでしましまになってたりとかするんですが、それの少し道路に凸凹があると自然と車が徐行して、子どもが万が一飛び出した時も止まれるスピードになってるかなと思うので、もしできたらそういう工夫があるといいなと思いました。では私から、はい、いたします。ですね、おそらく、こんな感じ、これご質問いただいた表千軒の建物の前にあるのは、はい、これなんかゼブラ塗装っていう、はい、一応なんかちょっとでこぼこに、はい、多分車で走るとボコンボコンボコンってなる、はい、でここでやっぱり、ここずっと直線道路なので、ここで減速をしてここで止まるっていうような形になるか、はい、でですね、昌平小学校のこれ前です。これもやっぱりゼブラ塗装、これ昌平小学校で、こっちが保留公園、はい、でも横断歩道も多分もうちょっとこっち側で、子どもがちょうど、そうですね、はい、ここをちょうど、はい、そこまであるとありがたいな。なるほど。それでですね、
区の判断で実施できる道路工事らしいんです、はいはい、で、今回そのなんで表千家の前の写真と昌平小学校の前の写真と、はい、準備したんですけれども、長田小の前もまあ、できるということです、はい、道路公園化でというところでやってますので、はい、具体的に教えていただければ速やかに実施できますということでした、はいはい、でその他にも凹凸って本当に何でしょう、ハンプっていうようなもっと大きなのがあるんですけど、それはやってしまったら何かベビーカーだとか自転車でそのまま勢いよくドーンと突っ込んで自転車転倒したとか、何かそのベビーカーがひっくり返ったとかそういうことがあるらしくて、本区では採用してないということでした。二次被害そうですよ、ね、なのでできるのはこの辺りまでっていうような。駆動上であればできますということでしたので、はいはい、教えていただければ、はい、事務局として、はいはい、伝えたいと思います。昔は看板とかあったんですけど、やっぱり今風がものすごく強くて看板も出してはいけない区の条例もあるしで、はい、道路に何かこう工夫をしていただけるとありがたいと思います。あ、よろしくお願いします。いたしました。これがまず1点でございます。続いて、はい、お願いいたします、はいはい、ちょっと管轄が障害学習スポーツ課の方なのかわからないんですが、一応承認書が教育委員会となっているので、お話しさせていただきたいのが、区の施設を借りるときに予約した前日までに支払いまたはキャンセルすることができるようになっています。で、校庭や体育館など空きがほとんどなくて、抽選の時も結構倍率が高くて、とても大変なところをこう予約していて、支払いが前日までされなくて、前日に突然キャンセルする団体もあるということなんです。で、まあ、インフルエンザとかいろいろ流行っているので、急にメンバーが揃わなくなったんでしょうがないっていうこともあるんですけども、そうではなくて、とりあえず仮予約しておこうと思って抑えている団体も時々見受けられます。で、そういう稼働率の高いところは、せめて1週間ぐらい前までにそのキャンセルなり使用するかどうかを決定していただくっていうことをすれば、もし使わない場合は、チーム、他の団体が使うときにメンバーを集めるにも前日ではとても集められないので、1週間ぐらい前にそれが空きが分かっていれば、あ、じゃあうちここ空いてるから使おうということで使うことができると思うので、全部の施設全部の部屋がそうだとは思わないんですけど、せめて稼働率が高いし、なかなか使えない空いてない校庭や体育館などは少し余裕を持って手続きをするようにすると皆さんが使えるかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあすみません、これは子ども施設課長お願いできますでしょうか。はい、子ども施設課長です。佐藤委員がおっしゃっている課題問題というのは、私の方にもですね、やはり直前になってキャンセルが入ってしまって、結果的に他に使いたい団体さんは前の日の遅い時間だったりするので、人が集められないとか実質的に使えない状態になってしまうという課題があるのは私も以前から聞いていたところです。で、障害学習スポーツ課の方でも同じ課題を共有しているというところでですね、今回お声いただきまして、やはり同じような問題というか思いの人がいるよねということで、どうしようかねということは相談しているところです。一方で先ほどお示しさせていただいている条例規則がですね、前日までにその申し込みが可能であったり、利用するまでにその使用料を支払うというような規定もあるということでですね、なかなかそこにのその規定上の問題と運用ルールでどうしていくか、またそのご利用されている団体の方々がもうすでに定着しているようなルールになっておりますので、そういった部分でどうしていこうかねということでは課題意識は持ちつつも、その改正をしていく
必要性も感じていながらどう進めていこうかというようなところではずっと足踏みをしているという状況でございます。ただいつまでもそういうわけにもいかないと思いますので、まあ、障害学習スポーツ科とこういったことに関してそのできるできない、またできるにしても今年だ来年だ再来年だというのがお約束はできないとは思うんですが、せっかく共有もしている課題ですので一度ちょっとテーブルを設けてですね協議をしていった方がいいかなというふうには受け止めているところでございますので、まずはご理解いただければと思っているところでございます。よろしいでしょうか。はい、できるだけ多くの希望する方が使えるようにしていただければありがたいと思います。そうですね、はい、すみません、まあ、市長所のあれです、会議室なんかもやっぱり前日まででよろしいんですか今。確かですね、出張所のいわゆる区民間の会議室なども同じほぼ同じようなルールだったかと思います。ただその区民間に関してはですね、あんまり、まあ、同じような課題があったのは覚えているんですけども、いわゆるスポーツ関係の施設に比べればまだ余力が多少あったりして振り替えとかでですね対応ができたりもする場合がありますね、他の部屋とかで。ただ校庭とか体育館っていうのはなかなか他に変わりようというものがないということもあってですね、より顕在化しやすいのかなというふうには感じています。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは続きまして又野委員からでございます。はい、よろしくお願いいたします。日程の2月21日の記事だったんですけども、今生成 AI がだいぶ浸透してきたっていうか、そういうことで、たまたまこのモデル校っていうのが全国で約50校あって、この生成 AI に対するですね、それで九段中とかそれになってるってことなんですけども、そのモデル校になったのために何かこうメリットっていうか、そういったものはあったんでしょうか、あるいはただ報告するっていうだけの話なんですかね。はい、はい、質問お願いします。詳しいことについてはですね、実は情報科の先生が今日は1限目から6限目までずっと入っておりまして、ちょっと詳しいことについて確認できなかったものですから、次回の教育委員会で、回答させていただきたいと思います。それでは次回でお願いします。 それとともに今他の小中の学校ではこの生成 AI に対する対応っていうか、それは何か入ってるのかしら。課長の方、はい、指導課長です。はい、今現在九段中等で、検証をしていただいている内容を、小中学校にいかにこう活用できるかというところをこれから検討していきたいなというふうに思っています。どのレベルでどの程度活用できるのかできないかというところも含めて、ちょっとこれから検討していきたいと思います。わかりました。今じゃ実際に授業で使ってるっていう状況はまだ出てきてない。小中学校においては授業で使っているという状況ではないです。ないってことですか。はい、わかりました。ありがとうございました。よろしいでしょうか。はい、では続いてお願いいたします。これ読売の2月21日の記事なんですけども、ヤングケアラー支援拡充ってことなんですけども、トークでは先日お聞きしたらヤングケアラーに該当する生徒はいないようだっていうことだったんですけども、その後まあ今結構そのヤングケアラーに対してこう注目されてるんで、そういう観点からトークでは本当にそういう対象者っていうのは存在しないのかどうかってことなんですけども、これはどうなんでしょうか。はい、どうかって先生。はい。なんていうんでしょう、私どものこの相談の対応の中でヤングケアラーのお子さんがいますよって、そういうなんていうんですか、情報提供というのはこう現状ないんですね。要は支援の必要なお子さん、まあ、ご家庭がありますというお話、これは学校さんですとか幼稚園保育園さんとかそういった、まあ、関係機関からお寄せいただいて、でそれで必要な対応していくというところなので、まあ、だから例えばですね、そのご飯を食べさせてもらってないとかです、ね、どうも聞くと保護者の方がちょっと
アルコールのこう、なんていうんですか、実家といいましょう、うん、そういうのがあって、こう、むしろ そちらのお世話というんでしょうか、まあ、必要な状況で、まあ、そのお子さんも多分何らかされてるんじゃないかみたいな、そういうご家庭は多分あるかと思う。でそういうところはあの我々だけでもちょっと対応ができない部分もあるので、あの区役所のこう関係機関の関係部署とですね、対応していくという、そういうことになろうかと思います。なのでこうちょっとこうお答えが難しいところもあるんですけども、そういった意味でこうヤングケアラーか否かみたいなところで我々見てはいなくてですね、あくまでそのお困りごとが 何であるかみたいな、その家族なりお子さんの状況っていうのをヤングケアラーみたいな、まあ、その大げさなもんじゃなくても何かそういう、ね、いろいろ悩み相談みたいなことで、そうですね、他県ではその経験者などが進学などの悩みを LINE で聞く窓口を設置してるっていうことあるんですけども、これに該当するようなものはうちの区は、そうですね、一応東京都内ですと、その東京都がやってるこう親子向けの LINE 相談があるんですがあるので、はい、そこは我々ですかご案内はしているところです。ちょっと区だけですと多分そのあまりこう件数とかと、まあ、そうでしょうね、件数もないでしょうかね、はい、LINE っていうことで特にそれをつなぐってことは、もしそういう場合はやっていただけるってことがある、そうですね、はい、こういった窓口もありますよとかっていうご案内は、はい、したりして、はい、わかりました、ありがとうございました、はい、よろしいでしょうか、はい、はい、それではもう一つお願いします。これは日経の2月25日の、記事だったんですけども、今民間の保育所が非常に定員がある程度定員割れになってきてるっていうことがあるらしいんですけども、それがその民間の保育園を運営する企業がですね、習い事サービスに力を入れているっていうような、そういう事案があるそうな、事例があるそうなんですけども、この付加的保育と呼ばれるサービスに対して東区ではどんなような対応を取っているんでしょうか。まあ、東区の中にも民間の事業所があるわけですよね、保育所ですか、そこがそういう形で、まあ、習い事に対するサービスっていうようなことをやった場合に、この付加的保育ということをこうサービス体でどのような対応を取っているというものっていうのはないんですかね。本来であれば子ども推進課長、子育て推進課長がお答えするんですけれども、はい、今日議会に入っておりますので、私の方から話聞きましたのでお答えいたします。はい、ですね、そうですね、付加的保育は民間 その認可外の保育所は競争になっていますので、それを積極的に取り入れているようですね。でただ本区におけるその、付加的保育サービスというのは、現時点であるかないかと言われれば、現在付加的保育サービスは認めていないということです。理由は2つあるということでした。はい、まず補助金による、整備や運営がなされている本区の保育所の場合、保育園の場合ですね、ということで、一般企業のその営利目的の事業をそのまま受け入れてやるってことは基本的にはないよと。もう2つ目がですね、この事故が発生した場合のその責任の所在が明確になっているということでした。例えば保育園からその無事に保護者に引き渡されて、その後発生した事故というのは基本的には保護者なんですけれども、退園した後に引き続きその付加的保育サービスが行われる場合、その切り替え期間、移動時間とかに発生した事故の責任はどっちになるんですかとか、そういうことでトラブルになりやすいというような話でした。そういうところから、本区では基本的には付加的保育サービスは認めていない。ただですね、ただなんか最近国や都でその付加的保育サービスの導入について検討を行っているという話もあるそうです。で、それでもって一定のその指針が国や都から示されるということであれば、制度的に区としてどういうふうに取り組んでいくのかは検討していきたいというような、そんなようなお答えでした。現状は東区の場合はあんまりそういったものは、はい、まあ、散見できないという、そういうことでよろしいわけです。そうですね、はい、はい、わかりました。基本的にそうでございます。はい、ありがとうございました。はい、以上でございます。はい、では一旦もし時間があれば、はい、これちょっと事前に話してなかったんで、分かる範囲で結構なので、先ほど
白川町の方にちょっとお話したんですけども、今日の朝の新聞に読売なんですけども、あの学校で死亡事故が起きた場合に7割未報告だっていうのでそれでそれに伴って、まあ、特に僕はそういう事故っていうのは今までなかったんでしょうけども、同じあの27日の読売に杉並の小学校で、あの児童の水筒に塩素系液体が入れられたっていう記事があったんですよね。そういう場合で、それでその警察にその報告するのがすごく遅くなってるっていうこと、それ校長の判断で遅くなってるらしいんですけども、それのところをその事故が起こった時にすぐにその警察団内に報告するようなっていうのを、それはやはり校長先生の方針でやるしかないのかなっていうことを今先ほど八乙女ちゃん話したんですけども、何かそういう仕組みっていうかシステムがあればいいなって思ったんですけども、その辺は現状としてはどうなんですか。まあそういうあまり重要な事案はないんでしょうけども。はい、指導課長です。あの、まあ、学校で起きるさまざまな事故について、まあ、あの警察に報告するかしないかっていうところに関しましては、あの一義的にはあの校長先生のご判断になるのかなというふうには思いますけれども、まあ、当然あの教育委員会とも連携をしながら必要に応じて、助言等をさせていただいて、対応していただいているというようなことになります。またあの、本区においては非常にあの学校と教育委員会との連携性が高いというふうに感じておりまして、細かな、怪我等の報告に関しましても基本的には速やかにご報告いただいているのかなというふうに認識をしておりますので、新聞報道にあったようなあのなかなか報告がないというようなケースは本区には当てはまらないのではないかなというふうに感じております。はい、ありがとうございます。以上です。よろしいでしょうか。はい、はい、それでは長崎委員にお話しいたします。はい、他は大丈夫でしょうか。では本日の教育委員会は以上をもちまして閉会といたします。ありがとうございました。